はいどうも、ヒレです。今回は前回に引き続いて森のくまさんを練習していきたいと思います。ただいきなり両手で練習するのは難しいので片手ずつ弾いていきたいと思います。まず右手から弾いてみましょう。右手の動きは、ピアノと基本的には同じなんですけれども、ピアノはこうやって叩くように弾きますけれども、アコーディオンは少し指を伸ばして叩くというよりも押さえる、こんな感じで弾くと滑らかに弾くことができます。はい、では次は左手の練習をしていきましょう。前回までに練習したズンチャズンチャのリズム、4323の指使いで伴奏を弾いていきます。皆さんどうでしょう、できましたか？これね、ズンチャズンチャのリズムのままコードを変えていくのってなかなか難しいんですよね。ですので最初は慣れるまで簡単なリズムで弾いてみて、コードを変えるタイミング、また左手の上下の動き、そういう感覚をまず練習していきましょう。例えばこういう風に弾いてみてください。こうやってコードを変えていくときにまず意識してほしいのが、薬指を基準にしてコードを変えていくということなんですね。どういうことかというと、例えば C のコードを弾いているときは薬指はそのベースドを弾いてますね。そして G のコードに行くときはまず薬指でソを捕まえるってことですね。ここから G に行くときに、これは C から F に行くときも全く同じですね。今 C 弾いてます。ここから F に行くときは F のベースの音ファをまず先に捕まえる。そしてそこから左手をずらして、はい、こうやって薬指の感覚でコードを変えていくと割とやりやすいと思います。ので皆さんもそういう意識を持って練習してみてください。はい、じゃあまずこの簡単なリズムでコードを変えていくタイミングやこの上下運動に慣れてきたら、だんだんリズムを速くしてみましょう。ここまでできたらようやくですね、ズンチャズンチャのリズムに挑戦してみましょう。では今日のポイント、左手のコードを変えるときは薬指でベースを捕まえる。皆さんもこれを覚えて頑張って練習してみてください。では今日はこの辺で、また来週。